旅の端は食べ捨て。一時、端でパンツをつまむ現象がかなり話題になった。この現象を知らない人も多いので、もう少し詳しく説明すると、端で夫のパンツをつまんで洗濯機に入れる妻、すなわちそのくらい夫を嫌っている妻がたくさんいる現象ということになる。ひととき、金妻者というテレビドラマが流行ったが、これらの現象はいずれパンツマものとしてドラマ化されるに違いない。パンツマがなぜ話題になったかというと、そういう社会状況が実際にあったということと、パンツをつまむのに端を起用したという起用の意外性にも大いに関係があると思う。端パン現象にはさまざまな意外な事実が含まれている。端とパンツは入り口と出口の関係にある。すなわち、端は人間の入り口に関与し、パンツは人間の出口に関与している。この事実は何を意味しているのかというと、何も意味していない。ただの偶然である。世の中には、一度人に貸したものを次に自分で使うときに大いに抵抗があるというものがある。端とパンツはまさにこれに該当する。この事実は何を意味するかというと、何も意味しない。ただの偶然である。ただ、端パン現象には重要なポイントが一つだけある。パンツを誰の端でつまんだかという点である。妻が自分の端でつまんだとすれば、まだしも多少の救いがある。もし、夫の端でつまんだとすれば、もはや何の救いもないであろう。この事実は何を意味するかというと、今度は大いに意味がある。日本人は誰でも自分用の端を持っているという事実だ。自分用の歯ブラシを持っているのと同じように、自分用の端を持っている。自分用の端を他人が使うことを嫌う。西洋人は自分用のナイフやフォークを持たない。自分用の皿も持たない。どれでもいいのだ。この違いは何を意味するのか。日本人にとって端は道具ではないのだ。端は自分の手や指同然なのだ。手や指の延長として端を操っているのだ。よく考えてみると、元を正せば端はただの一本の棒である。ピンセットなどのように2本の棒が真ん中のところでつながっているものなら、その操作は簡単である。2本の棒を2本の手で操るのも簡単だ。しかし、2本のバラバラの棒を1本の手のひらの中に収めて、それを別々に操る技術はただものではない。バラバラの2本の棒を1本の手のひらで操って、湯豆腐鍋の中の豆腐の一辺を追い詰めてすくい上げる技術はただものではない。新幹線の列車の洗面所には、冷たい飲み水の装置があって、平たい紙コップが備え付けてある。この紙コップに水を注ぎ、口のところに持っていくにはかなりの技術がいる。まだ水が入っていないと紙だけの重さ、それに少しずつ水が注がれていって少しずつ加わっていく重さ、その重さに従って紙コップを落とさぬよう、潰さぬよう、少しずつ加えていく手の力、この力加減を少しでも誤ると紙コップは潰れてしまうか落ちてしまう。この操作をロボットにさせることは今では可能だそうだ。しかし、バラバラの2本の棒をロボットに持たせ、湯豆腐の鍋の中の一辺の豆腐を追い詰め、すくい上げ、保持し、醤油皿の上に移動させ、醤油を跳ねさせないように落下させて浸し、それを再び引き上げて口のところに持っていって口の中に放り込むという芸当はまず不可能であろう。それができるということは、日本人にとって端はすでに血肉化しているということに他ならない。
だから宴会などで偶然その席に座って偶然自分のものになった割り箸でもひとたび自分で割って使った途端それは血肉化する。 A さんが割った箸は周囲の人から A さんの箸として認知される。したがって宴会などの共用のおかずには公共の箸というものが必要になってくる。いわゆる取り箸である。日本人は公共の概念が希薄だから宴会の席ではこの問題で一悶着ある。宴の途中で必ず、まあ堅苦しいことはやめて勝手につまみましょうやという人が現れ、必ずそれに同調する人が現れ、しかし必ず依然として取り箸に固執する人がいて、このことで必ず座が一度はぎこちなくなる。取り箸の用意がないときは裏技を使う人もいる。自分の箸を上下持ち替えて使う。しかしこれは果たして正式のマナーなのだろうか。エチケット辞典などでもこうせよと書いてあるのを見たことがない。正式のようでいて正式でないようだが、やはり正式のような気がしないでもない。各自用の箸と取り箸が同じ種類というときは気をつけないといけない。取り箸で公共のおかずをあれこれ選んで自分の皿に取り分け、そのままその箸で食べ始めてしまうことがよくある。途中ではっと気づくのだが、気づいた後の処置がなかなか難しい。誰も気がつかなかった場合はそのまま何事もなかったように戻すのが正式だが、気づかれた時はどうするか。このこともエチケット辞典には出ていない。このように日本人にとって箸は手や指の延長としてほとんど血肉化しているゆえに、自分流の箸の重さ長さの基準というものを持っている。だからこの基準から外れたものに遭遇した時は心が落ち着かない。弁当についている箸で極端に短いものがあるが、あれはわびしい。短い箸で弁当を食べていると、人生とはこんなにもわびしいものだったのかと思えてくる。